はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、えー、1月1日にね、能登半島の地震が発生してから、まあ、約1ヶ月が経過したわけですが、まあ、政府の支援策っていうのがちょこちょこは発表されてってるんですが、まあ、どうもね、その、被災者全員の救済というよりも、その自民党の表伝にピンポイントに支援していくっていう形をとってるとしか僕思えなくて、なんでさ、その、国民からは一律に税金巻き上げまくってるくせに、こういう有事の際にもさ、 出し絞るというか、所得制限つけたり、年齢制限つけたり、その人を選んで救済するってことやんねえかなっていうふうにめっちゃ思うわけですけど、そんな中、1月1日に地震が発生してから、トレンド入りした言葉に、復興増税っていうのがあるんですよね。これがまさにさ、その岸田さんを象徴してると思ってて、正直さ、地震が発生して、現地大丈夫かとか、今の被災状況どうやとか、 どういった対策していかなあかんかとかさ、もういろんな話があるのに、この復興は支援するんだろう、でも財源が足らんから、どうせこいつ増税って言い出すよっていうことで,で、間違いなく復興増税されるっていうところから、復興増税っていう話題がね、トレンド入りしたぐらい、この岸田政権っていうのは、なんかあったら増税の名目を探し続けてるっていう,うに思われてるわけですが、まあ、その中国会でまあそのことについても触れられたということで、こちらの記事、えー、岸田総理、能登半島地震での復興増税を否定というわけで、 まあ今回の支援でも予算を組んでね、どんどんやっていくということで、まあ、来年のね、予算案で予備費をね、1兆円に倍増したっていうふうに言われてるわけですが、まあ、普通に考えたら、本予算というか補正予算組めばいいのに、それはせずに自民党が好き勝手使える予備費、つまり余らせておくお金を倍増させたと。いや、絶対使うねんから予算組めよって思うんですが、なんか知らんけど予備費にこだわり続けるわけですよ。 もうその時点で、あ、こいつらって能登半島の地震以外にもこれ使うんやろうなっていうのがね、もうなんとなくわかるじゃないですか。で、その財源を基本的には増税で持ってくんねんから、どうせ増税するんだろうみたいな。復興には使わんくせに復興増税するんだろうっていうふうに思ったら、岸田さんいわくこの復興増税は否定したっていうことなんですが、これね、蓋開けてみると、復興増税は否定してるんですけども、名目が違うだけで、結局国民負担は変わりそうにないってわけでえ、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。 岸田総理は、能登半島自身を受けた復旧復興支援のために増税するかどうか問われ、復興のための増税を行う考えはありませんと否定しました。衆議院本会議で国民民主党玉木代表の質問に答えましたと。まあ、というわけでなんですけども、まあ、この復興増税考えてないっていうことをね、まあ、国会の答弁で引き出したわけなんですけど、まあ、これでね、そうか増税ないんだ。復興増税とか言っていたやつ、的外れだな、なんていうことを考えてる人は多分、このチャンネルを聞いてくださってるリスナーさんではいないと思うんですよね。 そしてもしこの引き座さんの答弁、復興増税を否定してる、つまり増税はないと思ってるんだったら、ちょっと立ち止まってほしいですけど、まずそもそもこの国では、なぜか知らんけど、税金と社会保険料っていうのは別という数え方をするんですよね。で、今、国民負担率っていうのが、まあ、ほぼ50%って言われて、1年間働いても半年分しか自分の使えるお給料ってもらえないっていう計算になってるんですよ。も、ま、う、あ、その時点でまず意味がわかんないですけど、逆に言うと、半年分は国に持ってかれてるわけ。 で、その持ってかれてるのが何かといえば、税であり、社会保険料なわけです。つまり、国民負担率の計算では、税も社会保険料も同じなわけですよ。もうこの時点でお分かりですよね。つまり、復興のための増税は考えてないんやけども、結局それが、増税以外の形で、国民負担として跳ね返ってくる可能性は十分に考えられるっていうこと。というか、もう絶対そうなります。もうそれは、ま、はっきり言って、今までの岸田政権の実績、自民党の実績がそう物語ってるから、まあ、信用してないとも言えるわけですけど。 だからね、結局のこのヘリクツでさ、答弁するなんていうことはもう日常茶飯事なわけですよ。もう裏金問題見見たらよく分かったじゃないですか。つまり今回のこの答弁って、もうなんとだって言われるわけ。復興のための増税、つまりそれは新たな税金を作るという考えはないとも言えるわけですよ。もっと言うなら、増税は行いません。別の形で国民負担をします。ということで言えるわけですね。じゃあ、実際そうなってんのかっていう話なんですが、まずこの復興増税について質問された国民民主党絡みの話で言うと、 こちら、えー、国民玉城代表がガソリン税トリガー条項の3等協議離脱を表明、岸田首相の検討答弁受け決断と。 いうわけで、まあ、国民民主党は、地震発生前の物価高対策の時から、ずっとこのガソリン税のトリガー条項を凍結解除しようと、まあ、そういう風ななことを言ってたわけです。逆にトリガー条項を発動してくれるんだったら、予算に賛成するっていうことも言ってたわけですよね、もちろんこの時点で、いや、玉木さんってどこまでお人よしやねんと言うても、このトリガー条項を条件に予算に賛成するっていうのは、今回で2回目なわけです。 一回目ですでにさ、条件というか約束をさ、保護されてるわけに、まだ同じこと言うんかなみたいなんで、もういい加減さ、もう目覚ました方がいいんじゃないどうせ出しに使われて終わるだけやでっていうね。まあ、そういうふうに思ったわけですけど、まあ案の定今回もそうみたいで、まあついにこの国民民主党玉木さんは、担当協議を離脱すると、まあそういうことをね、発表したわけです。つまり、トリガー条項凍結解除する気はありませんっていうのを与党が言ったに等しいということですね。ちょっとこっちの記事見ていきます。 国民民主党玉城代表は6日、衆院予算委員会での質疑で、岸田首相がガソリン税のトリガー条項凍結解除を明言しなかったことを受け、自民公明、国民民主3党でのトリガー条項に関する協議を離脱する考えを記者団に表明した。玉城氏は5月以降トリガー発動の目処がないのであれば、これ以上協議を継続することには意味がない。国民民主党として協議の離脱を決断せざるを得ないと述べた。玉城氏は予算委の質疑で、4月末に石油元売り各社への 補助金でガソリン価格を抑える対策が期限を迎えることを踏まえ、減税措置に移行すべきではないかということで、我々もトリガーの発動を提案してきた。今月中に法律を出して、年度内に通して、周知期間を置いて、やっと5月1日に間に合うので、今日にも総理が政治判断をしていただかないと間に合わないと迫ったと。 ま、というわけで、今ね、この物価高で対策いろいろ売ってますけども、ま、その中の一つとして、ガソリン高騰対策として、今政府がガソリンの補助金をね、延長するってことを発表したんですよ。で、それが結局4月末まで延長するっていうことやねんけど、もうすぐ4月やろと。つまり、この補助金切れちゃうわけですよね。じゃあ、その代わりにもうトリガー発動せないと間に合わへんと。いうでも4月末に補助金が切れてしまうから、また価格戻っちゃうやんけと。 じゃあこのままやったら、まだ全然さ燃料高いし、なんなら2024年問題っていうので、何の解決もしてない状態。で、さらに、能登半島の地震で被災されてる方は、一般の人よりもかなり苦しい状況に陥ってると。じゃあ今すぐにでもこのトリガー条項をやるってことにならないと、とんでもないことになるよと。まあそういうことをね、国会で質疑されたんですけども、これに対して岸田首相は、激変緩和措置の出口戦略について、結果を3党の検討チームにおいて出していきたいと考えている。 提案をいただいたならば、3党の検討チームにおいて検討させたいと述べた。というわけで、これもうだいぶ前から言うてる話やのに、今からまた検討チームをおいて検討させますっていう答えなんですよね。いや、もうやる気ないやん、はっきり言って。それでずっと引き伸ばしてさ、結局何もないままダラダラしてたわけやんか。逆にならその補助金の延長みたいな話も出てきてないから、いや、マジでこのまま行ったらガソリン価格信じられへんくらい上がるわけですよ。じゃあ出口戦略もクソも、そんなもん考えてなかったって話やんか。 で、最終的に玉城氏は、岸田さんが即時決断しなければ、協議の離脱を決断せざるを得ないと表明し、改めて凍結解除を迫った。が、岸田首相は、5月以降の燃油価格の安定が重要なのは同感だとしつつ、トリガー条項解除に伴う事務処理が可能かを議論する必要性を示し、新しい提案をいただいたわけだから、至急検討すると述べるに留めたと。と、まあ、というわけで、決断してっつってんのにあ、じゃあ今からまた検討しますね。 ととしか言わないいももういつもそれやん結局、玉木氏はその表明を受け、国民民主党は協議の離脱を7日の両議員総会で形式決定し、今後は野党との連携など、他の枠組みでのトリガー条項凍結解除の実現を模索すると。まあ、というわけなんですけども、まあ、日本国民の大半が思ってたんですよ。まあ、そらそうだろうねみたいな。これは玉木さんが自民党というか岸田政権を買いかぶりすぎ。やるはずがない、そんなもん。言うても、このトリガー条項での取引っていうのは2回目なわけやんか。 で、一回目も二回目もほぼ同じような答えで、逆に今までの岸田さんの検討するっていうのは、もうはっきり言ってやらないって捉えた方がいいレベルなわけよ。逆に言ったら、検討しますっていうのは、ここからまた時間稼ぎして、ずるずる引っ張っていきますよっていう、そういう言葉遊びなわけやん。で、それを国民のほとんどは分かってたわけやけど、玉木さんは気づいてなかったのかっていう感じ。でももう十分分かったでしょ。ガ金問題でもそうやけど、岸田首相はじめ、その自民党の連中っていうのは平気で約束破ってくるんよ。 実際岸田さんって検討士とか増税メガネとか言われてるけど、最初の頃は財務省の犬、経団連の犬って言われてたわけ。つまり聞く力って言うけども、その聞く力を発揮するのは財務省と経団連だけ。つまり国民民主党がいくら情報してなんかいろんなこと言ったって、そんなもんは守る気なんてないし聞く気なんてないっていうこと。しみて自民党にそうやってすり寄りたいなら、公明党みたいに選挙の時には利用価値のある政党にならないと意味がないわけ。 今回の国民民主党のこの協議って自民党側からすれば勝手に国民民主党が寄ってきてごちゃごちゃ言うてるけどもほっといたら勝手に離れた。ただそれだけの話なんですよね。逆にここでの玉木さんの決断っていうのは悪くはないんやけど、離れていった国民民主党の支持者っていうのも多いんじゃないかなっていうふうに思いますけどもね。結果がいいのか悪いのかは別として、事実としてあったのは前原さんの離党なんかがそれでしょ。逆に岸田さんの発言を文字通り受け取るならば、 4月末で燃料高騰対策は完全に切れるわけつまりあと2ヶ月で終わりなわけなんですけども今になって国民民主党に言われたからトリガー条項をするかどうかを検討するチームを作りますなんですよあと2ヶ月しかないねんででもまあ個人的にはこのガソリンの補助金が延長されるとは思うけどもう出口戦略もクソもない永遠に延長し続けるしかないわけよでそれでばらまいてる金額っていうのが トリガー条項で減る減収分をあっさり上回ってるって話やねんから、こんなアホな話はないやろっていうこと。まあ、逆にこの補助金の延長とかも含めて、燃料高騰対策を打たないんだとするなら、さっき、復興増税は否定してたけども、結局、国民負担は増えてしまわへん。だって、物価が上がってるわけやから、単純にそれだけでもさ、痛手やのに、それにひっついてる消費税っていうのも、税率でかかってるもんやから、物価が上がれば、消費税だって払う量増えると。 増税はしないけど、実質的には負担は増えてるっていうことですよ。そしてもう一つ、復興増税は否定してるんやけど、結局国民負担が増えますよっていうのが政策として出ていまして、それはこちら、少子化対策財源、支援金の負担は一人平均月500円弱。まあ、というわけで、まあ、タイトル通りですけども、少子化対策として、少子化支援金というものを設立するって発表して、その財源を社会保険料の引き上げっていうふうに言ってるわけですよ。ざっくり読んでおくと、 少子化対策の財源の一つとして、医療保険料と合わせて徴収する子供子育て支援金をめぐり、岸田首相は6日の衆院予算委員会で、荒井市さんで拠出額は加入者1人当たり月平均500円弱になると述べた。政府が資産額に言及するのは初めてと。まあ、というわけなんですけども、まあこれね、少子化対策って言ってるんやけど、僕の中では、これ結局お金に色ってついてないと思ってて、特に岸田政権なんかまさにそう、今回の能登半島の地震っていうのは、予算組まないわけですよ。 絶対いるわけじゃないですか。その、能登半島の地震のための支援金って。じゃあ、普通に考えたら、補正予算で組んだって言うわけよ。でも、それはせずに、わざわざ予備費にしたわけ。予備費っていうのは自民党が閣議決定だけで好き勝手使えるお金です。それが5000億やったところを倍の1兆円にしてるわけ。その時点でも意味がわからないわけですね、僕としては。能登半島の地震のために予備費を倍増したと言っても、能登半島の地震に使わないことだって全然考えられるわけですよ。逆に言ったら、この子育て支援金だってそう。 これほんまに使うかどうかなんてわかんないわけですね。でも一つ言えることは、復興増税は否定したんやけど、社会保険料は引き上がってるっていうこと。でもこれはさすがにお前こじつけすぎやろっていうね、意見もあるかもしれんけど、でも現実的には復興増税は否定してるけども、別の形で実質増税はしてるわけじゃないですか。事実はそうですよね。だって結果的には、一人当たり月平均500円持ってかれてんやから。逆にこういった言葉遊びの類で言うなら、復興増税はしないけども、被災地支援金という形で、 社会保険料をプラス引き上げてくるっていう可能性も否定できひんし。それこそ今の復興税みたいに所得税のさ、何かを被災地支援として取っていく可能性もあるし。じゃあそれって復興増税と言えるやんって言っても、いやいや、これは被災地支援金なんで復興増税ではありませんって平気な顔して言うてくるんですよ。 しかもこの子育て支援金の徴収というのは続きもありまして、え政府は初年度の26年度に約6000億を徴収し、段階的に規模を引き上げ28年度に約1兆円を集める。ということで、段階踏んでどん,どんどんどん取られる額って増えていくらしいんですよね。で、一応岸田さんの発表は28年度時点、要は一番マックスでの発表を示してるっていうことなんですけども、そんなもんはなんとだって言えるわけ。資産が間違えました。月実は1000円でした。なんてことも全然あるし、 今はあくまで1兆円を集めるっていうけど、それを2兆にするんだったら倍増していくわけでしょまあ、この辺の数字のいじりっていうのは増えることがあっても減ることはないので、最低額が月500円弱になるんじゃないかってことで、あ、資産間違ってました。すでに1兆円の段階でも700円いりました。1000円いりました。下手し1500円いります。なんてことも考えられます。事実、実際の負担額は加入する医療保険や所得によって変わってくると。もちろんこれはさっきのね、徴収額っていうのもあるんやけど、初得資化対策財源っていうのが年3.6兆円確保する方針なんわけですが、 これをもうちょっと増やそうかっていうことも考えられるわけですよね。ただ、この内訳っていうのが支援金と社会保障の歳出改革と規定予算の活用を見込むということなんですけど、ここで何をいじってくるかって言ったら、やっぱり支援金の増額でしょう。要するに、実質増税。もうそれが手っ取り早いもん。で、こいつらはそれをしか考えてないもん。政府は支援金創設を盛り込んだ子ども子育て支援法等改正案を決内に通常国会に提出する方針ってことなんですけど、 この子育て支援金単独で見たっておかしいわけよ。子供子育て世帯への支援の財源を子供子育て世帯から徴収するって話やから、こんなアホなことあんのかなみたいな。でこのとすると最初から取るなって話じゃないですか。それが経済対策にもなるし、復興支援にもなるわけやん。でもこの人たちはそうじゃない。絶対に取って、それを自分たちによって都合のいいところに分配するって方式しか取らないわけよ。 で、復興増税は否定してるけども、税と社会保険料別だっていうふうに考えてるから、案の定社会保険料は引き上げてきたわけやん。んいやいや、これは少子化対策の財源なんです。取られてる国民側からすりゃ、復興財源だろうが少子化財源だろうが、なんも変わらんってこと。いい例がまさに消費税。社会保障の重要な財源って政府の連中言うけども、負担けげてみりゃ借金返しに使ってるやん。車の自賠責だってそう。自賠責保険がいるんですってことで取られてるけど、 それ何使ってんのかって言ったら財務省にそのまま流れてって借金返しに使ってるやん。ほんにパランって言ってるやん。だから復興増税は否定してるけども、それをうのみにするのはやや総形かなっていうふうには思いますね。だって復興増税は否定してるけども、実質増税はされてるわけやから。というわけでね、えー、今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。